17、大人のはずなのに何も知らない。なんとなく初めて歌うと思う。お父さん、お母さん、どうして結婚したの？見た目とかお金とか好きだけじゃ無理って聞いたけど、おじいちゃん、おばあちゃん、どうしてラブラブなの？浮気とかなかったの？離婚とかも珍しくないじゃん。ちゃんと共働きをして、子供は女の子かな？庭付きの一戸建て理想高いかな？手料理とかお掃除とか苦手だけどもらってくれる？甘えたり笑ったりなら任せてください。早起きもテキパキも苦手だけどもらってくれる？夜更かしなゲームとかエナドリ決めてやっちゃう。イチャイチャキスも忘れないで、そんなマッサージュ7歳。あー、音符がたくさん、ありがとう。あ、マーロー、ミラモール、ありがとう。お父さん、お母さん、どんな子が欲しかったの？賢い子、可愛い子、こんな私だけど互角かな？お兄ちゃん、お姉ちゃん、どんな恋をしてきたの？同い年、先輩とか、どっちがおすすめとかあるかな？な、定年を迎えて、年金生活楽しもう。年一の家族旅行、国内でいいから。付き合いも建前も苦手だけど許してくれる？川に出ちゃう性格はほら分かりやすいでしょ。法律上では結婚できるのに、都合よく子供だとか都合よく大人だとかわからないことだらけ。ちゃん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 、かわいい、ありがとう。さんたち、ありがとう。私よりも先に死ぬのはダメ、でも心配、あなたを残すのも悩みは尽きない。手料理とかお掃除とか苦手だけどもらってくれる？甘えたり笑ったりなら任せてください。早起きもテキパキも苦手だけどもらってくれる？夜更かしなゲームとかエナドリ決めてやっちゃおう。イチャイチャキスも忘れないで、そんなマッサージ17歳。17歳でした。マロ、ミラボール、ありがとう。